蜜じゃない、シャンディーガホがいっぱいだ。こちらシャンディーガホです。蜂蜜レモンどっち？蜂蜜レモンこちらです。はい、ヒードマンとさ、なんか めっちゃ怖い。わからへん。ありがとうございます。わーいわーい、はい、なんか新鮮。座ってんの？そうじゃあね、ライブお疲れ様でした。ありがとうございました。いただきます。いや、嬉しい。サーモン大丈夫？ターちゃん食べ？うん。サラダ取りますか、サラダ。ごめんな、いやいや、うん、いやいや、自分好きなもんだけ飲みますか。はい、じゃあとりあえず一旦サラダ、いや、私取りますんで、自分の。ありがとうございます、すみません。もうこれじゃ多分分かってないでしょ。じゃあ今流れなんで、僕も入ってみます。なんか、えって言うか分かってない。分かってない難しいですよね。しゃいくで、はい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 、まだタンパク質とかいいのかな。サラダ大丈夫ですか。サラダサラダ、あ、そういうの、あ、今いいです。女の人で赤なんてある？サーモン赤もん。ほな先生食べたらいいよ。あ、そうそう、食べて先生食べれる。ありがとうございます。いや、サーモン好きでね、本当に。サーモン美味しいよな。うまいっすよ。サーモン好きなんや。ミラクルともわかるよ。あ、かわいい。油っぽい魚が。あ、なるほど。醤油、これや。いただきます。入れば生まま醤油、それしかないんですけど。あ、そうか。めっちゃ出てきて。はい、ありがとうございます。これめっちゃ美味しいけど、これ甘い。それ何？蜂蜜レモンさ。いいっすね。なんか僕も途中でそんなんにしよう。いや、ごっさ甘いの挟んだら酔いますよ。どうかな。なるほど。今日ずっとビールなんですよ。そう、あ、だから絶対そうやし、持ってるんですよ。はい、もういて、はい、はい、いいそんなことないし。なんか、のぞみちゃんの家で飲んでるみたいな。覚えてるほんまやね。渋い家やな、これ。ありそうやん。そう、取れないな。元気や。皆さん、わさび大丈夫ですか？わさび大丈夫ですよ。大丈夫です。いいっすか。あ、私もプラトンだな。これガッターン落ちたらもう終わりやな。驚きですよね。よし。揺れそうや。全然落ちそう。ごめんな。じゃあ早くビール飲んでんの？はい、もう今日は、はい、ビールですね。あのな、のぞみちゃんに教えてもらったけど、うん、ビールとジンジャーエールを割ったんですよ。おー、なるほど、ビールに見えるな。そうですね、ビール飲んでる風に。え、でもビールで割ってあるから、ビール、まあ、半分はね。そうなんや。甘いことはないです。甘いですね、多少。何でも薄めに入れるんだよ。なんでくるの？ビール。めっちゃ入る。飲みやすさ。めんどくさくて。そんなぐらいやってくれて。やからやない。いや、まあまあ、めんどくさいでしょうね。いや、ごめん、私こんなもんじゃないですか。こんなもん。これまで優しいんだから。あ、そうです。あまりターチャーの怖いとこ見てる。あ、そう見せてないですもん。やくね。ああ、やりたいな。ありがとうございます。カニーナ、うん、やってもらって。なんか、これどうするんですか。えへん、あぶるの。えへん、
なんか日本酒とかに出るんじゃない。それはあ、違うんだっけ。あの、使いにあるんだよ。やっぱあれなんですよね、ゴッチさんでもこう焼いてもらって、カニになって必ず言うんですね。なんかいいや、でも言うの。そうか、今おっしゃいまして、もう、多分癖やなと思って今。まあ僕もそうなりましたけど、怖い女の人が怖いパターンの場合ね。怖いパターン。ここは知らない方がいい。今日はしゃべってくださいよ。さっきやってるからさ。いやもうね、僕今日ビール辛く飲んでるんで。すごい。そう見えへんのがすごいですね。いやだからとりあえず3時半ぐらいで。はい。もうその餃子屋さんを辞めたんで。なるほど。そう、もう電車の中で疲れてる。6時ぐらい、6時間ぐらいですね。やばい。めっちゃおもろい。餃子屋に1軒目が空いてた。え、なんか丸とけ、え、なんかあの立ち上げが、で庶民があくまで待って、庶民になってもう立ち上げしたら一軒目待ちもう庶民で森駅降りてすぐで待ちに飲んで庶民になってで次あの190円っていうおぉあれやろ、そこ行ってそうですね。うん。で、つい串カツの頭。うん。あら、それ一個。次だ。なんでやってるか覚えときは頭の体操とかに。ああ。やばい。思い出しないよね。社会が。傷ついてる15年ぐらい前思い出すねなんかよう覗きにボケーって言ってあ、そうようすみません、失礼、ごめんなさい飛ばすな始まったなあ、いい色出てますね。え、受け身どこやった？そんなんようやらない、ボケは無理やな。そうやな、もう最近そうなんだよな、ノリ的に。で、その職場の人なんやけど、なんかむっちゃうまいわ。月1回はその店を開拓しようって言って、いい会で、そのホルモンがそのとこ好きやから、九条ってホルモン屋さんで20軒以上あるんですよ、京都に。へえ。で、そこをずーっと歩いて見つけたとこずっと入ってる。めっちゃいいよ、そのホルモン大好き。俺もいいな。え、行く？すげー怪しいんですよ。ただ九時からは無理ですよ。え、どこ行った？九時から。早すぎる。九条な、九条は開いてない。はい。え、あ、な、豚と牛があるんだよ。いや、そうなんだけど、どこ行ったの？冷たそう。いや、今の僕じゃ何も分かんないけど。そうなの？店どこが良かった？なんで聞いてんの？だって牛がいいんだよ。そんなことだって言うの？違う、死にせよ。そんなんどうぞ。いや、素晴らしい。ホルモン屋さんって牛の専門店。違う、別に牛でも豚でもええやん。でもどこが良かったんやけど、店を聞いた。白い映画頼むのにいいやん。なんか嬉しそう。いや、嬉しそう。なんか仕上げてきてますね。さすがやな。ネタちゃんと仕込んできて仕上げてきてるな。ちゃんとついていかなかったら置いていかれる。ライブから一回もしろ。最近やな。最近のあれですね。今日はでも中井先生が来てくださったから。
ありがとうございました。スマホで頼む、はい、すごい、スマホ飲みに行ける僕はほったらかしにしろ、もうやめてる、もうやめてる、やめてる、ほげろ、本当はどういう人間なのか、いやいやいや、そうそう、やっぱり先生降りたいなと思って、やめてそんな際やとは知らんかったほっといてもらったらもう僕のこと、いや、なんか隠してるもんな、スタジオで、ほら、先生やからさ、だってそんなに喋ったことないもんね、実はあんま知らんの、だからあのラストとかでちょっと喋ったけど、うん、まあ2年なあ、お世話になりだして1年半ぐらい、いやいやいや、もうありがとう、あ、まあ、でもそんなになりますかね、多分恵子さんのかやえでからの、あ、そうや懐かしいって、あんまりくずさんなあ、あれからずっとゆうこちゃんっていうかさ、ゆうこちゃんなんていうのやりにくいわ、ほんま違うオーラ出てる、やめて、ほんま違うオーラ出てる、ちょっと、ラブラブ、お前は違うもん、違うへん、ダーブ先生引き出そうや、全然違うへん、なんつうかね、なんて言うでしょう、それは見にくいキャラやと思うんですけど、え、そうかな、全然そんな男だけど、先生めっちゃ喋りやすい、なんかあるもん、まあまあ、よそ行き、ちゃいよそ行きかもしれん、最近かもしれんけど、まあ家でね、ゲームしてる時はね、ちょっと暴言吐いたりしながら、ね、あー、そうそう、ゲーマーやからな、怖いってんだ、またこういうの怖いやん、今時のゲームで暴言ちゃうねん、そんなん聞いたらちゃうねん、え、なんちゅうの、どんな悪いやつ、テートのとこ倒そうよ、違う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 わほら、またおもろい、ほんとにもすごいわだからちょっとほら、こう、全身感覚なところがあるとかないやんバレましたなんで、もうバレてる助けてんの、いや、絶対だよ、それ、のんちゃん、それが感動やねん、みんな先生を助けようとしてる、はい、はい、ありがとうございますいや、全身感覚じゃないやん見た目が、あいや、だからやん、だから、そうやったらおもろいやんむしろ逆になんか何もしなさそうなんかそっちの方がでもあるそう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 だからそっちのだらだらタイプやな、うんうんうん、いやでも正解ですねだらけてます、ね、だから世話好きの女の人がええやん、あ、助かるっちゃ助かるけどもっとダメになりますからねもっとダメだよ、そりやん、一応一人暮らしとかもまあ時期的には結構やってはいたんですけど、まあまあ適当ですね、家事とかもかなり、それって入れ物さ、はい、これ下げてください、ダラダラはしてますね、基本的にはもう何年くらいお一人なんですか、そうですね、別れてからは、ありがとうございます、もう2年ちょいは、でも最近やんか、2年は別れてるんやから、そうですね、え、差し支えなかったら、うん、原因は、原因ね、なんかね、いやいや、ありがとうございます、すごいです、ナイスナイスナイス、まあ、なんて言うんでしょうか、別になんか悪いとかじゃなくて、今もね、連絡取るんですよ、あ、そうなん、はい、今で、昨日言ってたよ、最近どうしてんのみたいな、全然言うんですよ、え、こんなん別に分かれんでよかったね、まあそうですね、ちょっとお互いのなんて言うんでしょう、見たかった方法はちょっと違ったもんね、なんか結構ちょうどその別れとかっていう時期がもう向こうはタイに1年間仕事で行ってたらしい、タイ、タイ、タイに、はい、っていうのもあって、で、割とその辺はやっぱ自由にしたいみたいなところもあったりして、なるほど、で、まあちょっと帰り来た時とかにちょっと一回よく話し合って別れる形でもいいんじゃないのみたいな、っていう話をして、で、まあ一旦そんな、憎み合って、いがみ合ってとかじゃない、そうですね、でもいいよな、そうやね、僕は割とどちらかといえば、まあ、当時は別れたくはないかなと思ってたんですけど、あ、そうなん、もう向こうがそうなんですよ、元気な人で、うん、そういう人に好かれる、なんか持ってる最初嫌われたんですけど好かれたから、なんか面倒を見たくなる感じの人に、あ、なんか
なかなかポンコツでね、ほんとに。あ、牛タンは多分これ熱いうちの方がうまいじゃん。そうよ。なんかええとこだよ。お前、父ちゃんもらったらお肉で、お肉で。あっちゃん全然食べていいよ。あ、いやいや、私はもう。ね、先生ありがとう、うん、これちょっと上手にあれしてください、うん、なんかね、結局2時間制でそうそうもう2時間で終わるみたいなんですよ。なるほど。だし、はい、うん、延長なしみたいな。わかりました。楽しみにしましょう。まずは何時まで飲みましょうかね。強すぎる。いや、京都駅やったら。なるほど。あ、そっか。あれ、え、これどうでしょうか。向いては帰れへんやん。いや、何回か走ったらいいんだけど。あ、そう。今、自分どうでもいい。いや、こっからやったら20キロぐらいかね。そう、でもいい。16、7キロぐらいですかね。16、7キロ。歩けへんか。え、それ歩いて帰る。16キロやん。無理。え、やばい。そうでもないやろ、別にプラス10キロぐらいな。うん、うん、そうなるとほら、全然違うよ。マグですね。パラちゃんもらう。いいよ、僕はいいよ、それ僕はお肉は。あ、そうなんすか。あ、すいません、社長、いただきます。すいません、これで。ちゃんと言わなあかんよ、俺。お前ら一番儲かってねえやん。お前らって早くそうだよ。おい、ボさん今日乗った話分かったね。乗りで、これで見て、あいつだいぶ緩んどんなどうぞ。もちろん皆さん、なんかあの、何ですか。高よ。これ、あ、何ですか。また谷川で入れてください。はい。その方との復縁みたいなのはもうないんですか。今のところはない。でも新しいなんか人いるみたいな。あ、そうなんや。すげえな。はい。そんな話でもいいですか。なんか今度先生。そうや。まあまあぼちぼち。ぼちぼち。だから焦ってないってことが言うてる。そんな今いらんって言うてる。なんか中井君ほんまおもろいな。そこでぼちぼち言うたらもう。だってギラギラしてないやん。なんやでも慌たんとかでもいや。今流行りや。でもメタバースで出会う。全然そっちは楽しそうですね。ありですね。サワーってそんな甘ないよ。いや、わからん。蜂蜜レモン甘いです。シャルティーレモンでも甘いです。甘いよ。レモンサワーです。甘いも良かった。大丈夫、ゴーさんビールから出て大丈夫。大丈夫。助けても誰も助けへんぞ。申し訳ないけど、なんかで、なんかで呼んでんの。うん、こっちもあるで。牛タンめっちゃ美味しい。ハイテクやばい。牛タンが美味しい。うまいな。これゴスさんじゃん。美味しいです。のぞいちゃうの。結構なんか、あ、お金、あ、経済的なことで、ね、あ、そうなんですね。でももうめっちゃ前、あ、そうか、もう20、いや20年前。へえ。大ベテラン。もう先輩、先輩20年前。
現在的なことになるかもね。それもな、食い違う。いろんなパターンありますからね。そうやな。いくつで結婚されたの？19はね、結婚。早い。ああ、どうなんや。2年で？ 2 年で。いいですね。無理や。無理やと思ったら無理やもん。まあね。あでも、その業者って確かに経済でかいっすよね、もうお金のことで今どうしてはあるか知ってます。どこで渡してるから知らんし、行けんのかもしれない。大気圧だけはお子さんとかいる方合わないですよね、多分ね。サワーですね。はい、ありがとうございます。でも注文できてるの？できてる。できてる。ありがとうございます。どうしたまたホルモン最高っすね、はい、大丈夫です。これいい鍋ですね、これ。ゴッチさんとのぞみちゃんっていうのはその後どのぐらいのタイミングで会われるんですか？2年後、2、3年後ちゃうかな。あ、いや、離婚した。え、めっ、あ、そうなの。そう、多分離婚した後にこの離婚する前から音楽はしてたけど、うん、どうしたの？え、何歳？何歳よ？ゴッチさんは何歳？のぞみが、サイが4つやったら24やから、やっぱ2年後ぐらい離婚して、2年後が3年ぐらい。なるほど、長い付き合いですね。なんか意味が…それはそうや。多分私じゃない今の反応もらうんや。さっき望みたなと思って。長い長い。え、ど今の僕？そう。ちょっと言ってほしかった。長いです。普通になんかそうやでー言うて。長いよねー言うて。いやいや、今日は。その空気はすごい感じますけど。え、なんで黙って、なんで喋るの？なんだ、なんだ、ものすごい。俺説明するのも難しいよ。難しい、怖いわ。それはいいのに。僕らは先輩、じゃあゴッチさんは私の先輩に当たるんですよね。ああ、なるほど。で、まあそのゴッチさんと、まあそのドラムの私を大変お世話になった方と、まあすごい仲良かったんですよ、この、まあのぞみちゃん含めて。なるほど。で、その方とが久しぶりに帰ってくると。で、その人らと飲みに行くっていう時に、まあのぞみちゃんが来へんかったもあるんやけどな。ああ、ドタキャンよ、その日練習あって、その後ちょっと。なるほど。そうそう、久しぶりにセッションしないと。なるほど。で、まあここも、まあちょっと別れて、だからどの今、別れてどのぐらいお二人が今分かる。どのぐらいなんやろ。はい、え、はっきり分かる。まあ、まあ、つがいやったんすよ。あ、そうだったんすね。そうそう。ほんで、なるほどね。あ、そうだったんすね。へぇ。で、なるほど。全然知らなかった。え、じゃあだから、つがいっていう今の頑張ってあればお探しでそうですね。大丈夫です。ありがとうございます。なんて言ったの？なんて言ったらいい？だって別に席が入ってた。婚姻関係ではない。そうじゃないよ。そう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 。いや、それもでも知らなかった。ああ、そうなんや。はい。もうだから、で、その、つがいの状態の時に大変お世話になってるんで。ああ、なるほど。最近、コロナ離婚みたいなもんですかね。あ、なるほど。ちょっと違うけど。コロナ関係ない。コロナのあたりでちょっと。レモンサワーですね。はい。レモンサワーと。はい。はい。すみません。ありがとうございます。ありがとう。はいはい。10年もなるんじゃん。そんなにですか。え、どういうこと？10年ぐらいなるんじゃん。だってバンド終わってから、うちのバンド終わってから1歳。あ、そうなん？そんなになんの？バンド終わってなんか静かになったね。ほんまにじゃん。あ、いい。ほんまにじゃん。ゴッチさん、普通の返事はしていいんですか？普通の返事は言っていい。はいしか言えへん、飲み会って。地獄やん。何？
なんで、その時に私の 悪口をさすが言って、そこは言いやがって、その時は言って、あ、それはやらかしましたね。それはやらかしましたね。ご本人前にいるんで大丈夫やん、ちょっと。あ、逆にな。そうそうそう、そうやな。そうやな。そう、言いたことは全然ある。見られて困る人いないやん。確かに確かに。やかないやん。行きたいことやるやったらいい。いや、なんかあの動画見てて思ったのは、私もうすごい寂しい人かなと思うぐらい見ながらめっちゃ突っ込んでて、はぁーとか言ってるし、だいぶやけど、反応してくれる人がいいひんから人が怒るみたいな感じ、ね、悔しいしね、なんかね、そうそうそう、そう思ってる。そんな責めたことを言うたかった結構なほんで、挙句の果てに、母ちゃんが母ちゃんがなんか、母ちゃんに抱きつきたいと言ってたのって言うから、はぁーと思って、何言うてんねん、このおっさん。これはさ、必勝とか、サービストーク、サービストーク、おーどうぞ、その反省を見た時に、もう一人しか言えへん、必勝って言ったの、必勝って言ったの、必勝って言ったの、めっちゃ面白いよ。じゃあ、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。それそうなの。まだ入りづらいから。いやいや、めっちゃ急いで飲んでまうね。こっちさんについていこう。時からやからな。あ、まだ30分。でも先生の前で言うのはやめな。全然いい。いや、何をしてるの。なんか俺イケてる先輩みたいな顔してる。いや。どう考えても先生みたいにイケメンになられへんから大丈夫やって。こっちさん、こっちさん尊敬してますよ、もちろん。でも、モテたいんやろ、何かしらで。何かしらで。何かしらでモテたんやろ、今。未だに。せやけどさ、のぞみちゃんが24やろ、当時。ほんと、こっちさん、いくつ？そんな、めっちゃ若い。そうじゃん、若いの。え、すごい。だから、すごいっす。中井くんと同い年。ちょうど僕、今は働いてる。で、24歳。12個したの、これすごいじゃないですか。ほんまや、そうやで、中井くん。こっちさん、昔からこうやないやん。大先輩っす。大先輩っす。大先輩っすよ。そのなんか若干ひげがあるもん。僕にせよ。恥ずかしくて思わない。いや、めっちゃすごいことですよ。そんな若い彼女を捕まえられる魅力が関西に当時あったってことだろ。素晴らしい。ほらもうお金もある。うわ、めちゃある。それは大事や。全然ないっすわ。全然ない。知らん。あんたが好きや言うたんちゃう。かっこいい。言いました。確かに。かっこいい。それは言うた。素晴らしい。正解やな。お前は。これを打ち上げた。これな。これを打ち上げる。あ、そうやな。好きや好きや。思い出した。おっさんが漏れたんすね。ええ話やわ。いや、来てよかった。来てよかったらしい。これは全然いいじゃないですか。おっさんが惚れて、のぞみちゃんに惚れてて、ほのぼのとしたな。聞かれたまず一人。悪いわ出てきた。悪いわ、ややこしくしようとして。心配でちょっと。なんかピーピーとか入れてもらうのかな。無編集で出ちゃうね。面白い。ああ、恐ろしいわ。怖い会や。打ち上げ取るってなかなかないですよね、確かにね。もうお酒飲みでノリがないですよね。久しぶりですもん、こういう打ち上げらしい打ち上げっていうのも。え、なに、なに、レモンサワーで。いや、ウイルスが合いまなってきた。ええことです。ああ、ビールほら、
十万倍。強いわ。強すぎるでしょ。強すぎる。いやだってそれ十万。いやもう無理だわ。無理ですよ。まあ2軒ぐらいはないけど。でも途中寝てるやん。寝てる。電車の中と伊勢丹。でもそれさん出てくるまた戻るけど。で、たまたまその京都駅折り返しやった。あー、まあ、安まで行ってたから。おもろかったな。安やったらめちゃくちゃおもろかったな。絶対無理や、来れへん。折り返しで車掌さんに、すみません、折り返しですけどって言われて。来たよかったなと思って。安まで行ってたら帰ったら すごいな楽しいですね。寝過ごすとこがもうすると全然気づかない。あーいやでもそんだけ飲んだはったらそらね気持ちよ、ものすごく気持ちよかった。ものすごく気持ちよかった言うてみたい。ものすごく気持ちよかった。あーそう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 、めっちゃ高かったし、で餃子もその餃大阪王で普通の餃子、エビ餃子、シソ餃子、美味しそう。こんないろいろあるんですね。今回食べたら、超美味しくて。で、ラーメンが380円なんです。安っ。ネギラーメン。普通のサイズですか？そうです、普通のサイズ。そう、お連れさんは男性の方です。あ、おでも。なるほど。聞いとかないよね、やっぱ聞いとかないとちょっと聞く。いや、なんかいまいちオチがどこなの。オチやん、オチもないです。怖いね、オチはないよ。オチはないです。だから、でも今日はもうちょっと酔い冷めてきて、めっちゃ冷めた。あんたが好き言うから。だってさ、ほんまのことやん、事実。私はもうずっとお前じゃあ張れないで、今日は。いや、それで目覚めるの意味もわからないし、私からしたら。あ、俺も54日やけど。だからないの、花の。だからなんやん、そのないそう、お茶どこにあんねん。いや、そうそう。いや、ごさんもこれからですよ、これから、まだまだ。いけるかな。いける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 。いけるよ。ああ、いけるいけるいける。何色？いや、おじさんでも。そう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 。出てきてくれはるかもしれない。おじさんこのスタイルも保ってはる。おじさんいてます。ああ、なあ。え、ちょっと待って、なんでみんなで慰める。いや、慰めるんじゃないよ。頑張った、いっちゃおうか。そうそう、私はもう設置はへん。私も2月ぐらいの声でいけるかな。どういうこと？あ、それでそこや。いや、そんなことを贅沢なあかん。そうそうそう、贅沢。贅沢。いきなりのぞみは優しいからそれでターチャーで優しくして出現怖いっすね、ほんまね。あのそれが動画をライブのやつを見したらむっちゃターチャーのことなんであんな若いことやってるのえ、なんで若いってあのメインのボーカルの子って30なってるって言われて、いやここでいやいやもっと年寄りやでって言うから全然言うてください。言うてください。私言うたらあかんぞ。言うたら事実さ40代やしな。48や。40代ええとこや。でもねやっぱりねバンドってねボーカル2人しか狙ってない。まあそりゃそうやと。それはもう結局あそれは実際そう音楽をやってへん人からしてちょっと欲しいですね。はい、すいません、ついでと言ってはなんですけれども、はい、ウーロン茶お願いしてもいいですか。はい、すいません。はい、そうですよね。それはねえもでちょっとねあの前のバンドやってる時に、うん、その音楽ちょっと変えたらやっぱり先生のやつばっかりになるね。ああ、なるほど。いやいやいや、あーやっぱりなって思う。とんでもございません、今後してたんですけど。で、結局、友達やのね、僕はなかったんだけど。あー、わかるわ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 。やばい、言わしてるわ。やばい、やばい。絶賛してた。いやー、嬉しい、それは嬉しい。あの、そこまでな。頑張ってよ、マスクしてる会話。いすごいですよね、ほんまでもいつも外さないし、意識ほんま高いですよね。すごいな。
そうですか。あおさはい、はい、いただきます。おい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 、でも先生めっちゃ優しいから私、うん、いやもうせっかくの機会なんで、先生そうや普段なんかさコンビニのなんかなんとかカツ丼とか、あ見てます。あすいません、ほんまもうそうこういうなんか家庭料理でもちゃんとカツ丼とかあるんじゃない、最終ポテチとかで済ませんじゃん。いやいやいや、でもやばいの先生料理すんの、しないんです。あーそうやろ、うん、そ, そうですね。みんな、なんかちょっと言いにくそうです。あ、そうです。いや、なんか彼女がいて。あ、そうそう、同棲とかな。まあ、ちょいちょい、まあ。ちょいちょい。おっとおっと、来た、来た。ちょいちょい、先生、すいません。ちょいちょいって何わからへん、わからへん、わからへん。おばはんにわかるように。なんでちょいちょいとか言うてまうん。ほんまや。正直やねん、来られると分かってちょいちょい言ってる感じ。いやいや、これで言うとかんとも、なんかみんなどんどん絡まってたら人間になってます。先生の都合の時だけで夢やろ。あー、そういう時な、先生。いや、もうそこまで、いや、そこまで悪くない。ちゃんと、なんかその、なんていうんですかね、お付き合い、はい、そうですね、ちょっと全然、まあまあまあ、いろいろを考えてるんですけど、あ、高校生ですか。いや、まあそうですね。でもまあどうしようかいなっていうのは、あ、はい、どうしようかいな、それはどうしよう、なんでどうしようかいな、そうですね、まあ多分、うん、まあまあまあ多分本人見ないんで全然いいと思うんですけど、なんていうんでしょうかね、考え方というか違う、目標としての方向が一緒なのかなっていうのは今ちょっと考えてます。そこが違う感じがする。そうですね、結構性格が違うん で、まあ、前回は性格違いすぎてちょっとあれやったんで、それいけるのかな。あなるほど。え、でもなんかその一緒にいる理由じゃないけどみたいな、まあそうですね、楽しいのもありますし、自分にないからやっぱ面白いなっていうのもあるんですけど、こういう性格なんで、なんか元気でわしゃわしゃ言ってたらすごい楽しいんですけど、ただまあそれでえへんのかな。前はそれやって、あれか普通意味みたいな、そうそう、だから一回もなんかなってると分かれてるのもあるんで、わかるわかる、無動所感やみたいなとこある、ね、お父が望んだ反応それは実際ちょっとありますね。そうやなぁ、初婚、まあ、そうですね、そうですね、それはね、一番こめやましいとこやなぁ。楽しみ。私はもうこれバツもついとうからな、結婚するとかいう気持ちにならん。先生はできるなら先生に生きれるんだっていう、まあ、悪い意味じゃなくな、ね、なんかあのそこまでこだわりがもうないというか、まあ、どっちでも一緒だよ、ね、分かる分かる、それも一回もせやけどな、そうそうそう、もう相手の人も関係なかったな、みんなそういうね、あれですよね。まあまあまあ、分かる、それもなんかしゃあないというか、だからまあするならするで、どうせもうしたらしたでまだもう一回それこそ親に言うたりするわけじゃないですか。あ、そうやな。ほんでまあね、失礼します、レモンサワーとウーロン茶と生チューです。はい、レモンサワーと、はい、ウーロン茶、じゃあ私はレモンサワーとウーロン茶じゃなくて、はい、生チュー、はい、はい、ます、はい、みたいな感じですかね。でまたなんかちょっとちゃうな思ってもそれで分かりにくいじゃないですか。そうお前、お前やんねんみたいな話するんで、いや、先生、今2位は全然大丈夫やで、2位は全然大丈夫、4まで大丈夫やで、4まで、先輩先輩、えって言って2位やで、2、え、ちょっと待って、ゴーさん、私知らん、当たった、当たった、だって、1回もしてないって言ったやん、1回もしてない、うわ、怖っ、怖っ、怖っ、あー、わこれは2位やで、この人、うそなあ、この間忘れたっけ、俺その知らん、覚えてないやん、初ってさ、びっくり、びっくりした、いや、いいんやけど、全然いいんやけど、よう、そんな嘘、よう、そんな嘘ついて出したいとか言うたら、ほんま、のぞみちゃん、意味変わってる、ふくらはんねんの、やきちゃん、意味、意味変わってもとるそうそうそう、ふくらはんねんの、ニアリーイコールですけど、めっちゃおもろかった、いや、えぇ、ー、そっち
唇のこと隠しといてよう言うな。いや私がまだ聞き間違えた。よくある騙されるやつやから。いや、なんか一個はしないし、子供いないみたいなことをさらって。そうか、それは私が勘違いしたもんじゃねえの。なんかその意味だったよな。多分勘違いしたよ。そうや、そんなフォローしんの。いや、びっくり、あれ、2しかも。そうや、2やで、2やから大丈夫って。いや、どうだろう。2回、もしマスが増えたら。そう。マスターも別に4回ぐらいまでは行けますよ。もうそうですね。してくれる人がいいんやったら、したらいいんやろ。確かに、そりゃそう。ほんま。そりゃそうです。マスどうした。いや、なんか、どうしてるミラクル。しんどい。助けよう。びっくり。今めちゃくちゃおもろいですね。普段の回、普段の回。確かにその時もベロベロやった。今もめっちゃおもろいっすね。一回もしないんですかって言うたことと、子供がいないんですかかぶったのかもしれない。あ、確かにね。いや、もうここはもう虚言引き的なところ。蜂蜜連れの騒ぎ。分かんないですね。今日は。やっぱり全部モテんやな、だからモテるというか、でもやっぱりなんか意外とちょっとちゃんとした話したよ。そう、意外と、なんかどっちかというと、ほんまやな、モテる、かっこええなって言いたかった。むしろすんませんな、これ。いや、好感度今爆上がりや出たんですよ。そうやんな。いや全部嘘かもしれない。俺はアイコメントって一番かっこいい。いや、そこまで言えるようになりたいわ。なんか恐ろしいね。全部嘘なんですけど。よくあれだけ嘘めっちゃ真面目に悩んでそうだったもん。しかも見ないと思うんでぐらいまで言われる。そんな前振りまでできへん。そういうスキルちょっとまだないな。1回目が分かんかったんですよ。いなあかんかなっていう感じで。ああ、なるほど、なるほど。すぐ結婚したのね。あ、その1回目入ってすぐもう2回目。あ、そうなんですね。そうか。だから、ちょっとそこで方向、今から思うと、ね、方向転換したの。結構、性格はいい。性格はどこでもいい。相手選ぶとき顔重視なんで。正直ルックスオンリーやった。褒められてない。素晴らしい。けども1回目終わったときにやめようって。顔重視はやめよう。はい、内側から出る美しさを重視しよう。めちゃいい話じゃないですか。でしょ。はい。ただ3回目はなんでダメだったんですか。3回目いや、本当に2回目は、失礼します。ドリンクこちらですね。そうでなくて、なんかどっちかと。ハチミツレモンとシークワーサーで。シークワーサー。じゃあシークワーサー。で、こちらハチミツレモン。空いてるお皿お下げしてってもいいですか。これですかね。これですね。はい。はい、ありがとうございます。その今度も大丈夫だよ。じゃあお願いします。はい。お願いします。
結局人間は好みっていうのは変われへんのかなと思って。だから結局僕内容重視で選んだらそれはそれでダメやったんですね。あ、もう全然わかんない。ああ、なるほど、全然わかんない。もう顔で選んだ時よりダメやったんですね、むしろ。全然ダメやった。ああ、なるほど、だから、あっけなく。まあね、哀れみや。まあ、その日のぞみと分かるんで。あ、そうやな。あ、もう、出会ってほしいバンドで。ああ、別に付き合ってない。なるほどね。付き合ってないけど、別に褒めるわけじゃないけど、のぞみを見てしまったんで。いや、あ、でも、うん、美人やもんね、のぞみちゃん。だから、今は今もやけど。いや、今も、今も、今も、ほんまに。やばい、そうよね。じゃあ、かわいい。いや、ほんまや。かわいいか、美人かわいい。だから、その時は会うてるので、あ、やっぱり顔やな。いや、顔やなってじゃなくて、やっぱり、人間正直に生きなかった。いや、そうそう、それは絶対必要。確かに。サイゼリアで会うてるんで、一番。あ、そうやな、サイゼリア。バンドで、いっちゃん初めにやってるのが、そのバンドやります。で、みんなで、打ち合わせと、顔合わせしましょう。で、来た。あのサッチを、っていうか、日本の友達の、キーボードの女の子、僕のやってたバンドに募集できた子や。へー。で、それで知り合ってたんで。なるほど、なるほど。で、なんかその、昔は友達そのとこバンドやりたいねんけど、なんかおりひんか言うて言うたら来たんだと思って。あー、なるほど、なるほど、なるほど。やった。なるほどね。ほんで、いっちゃん初めになんか、こんな感じやって何してるしもわからないし、とりあえず、なんか理科とかの先生ですかって。あー、でも濃い。なんか学校行けたら理科とか濃い濃い実験室とかにいそうやった。僕は医者でも通じるわ。あー、白衣似合うね。似合う。白衣イケオジやもんな。間違いよ。って言ったのを覚えてる。理科の先生。理科の先生でしょ。で、内容と顔が伴った彼女を得たのに。あれですか。私、頑張って攻めてるやん。頑張って今日、下げる力。いや、まあでもないやろ。だから、こう、正直に生きたいっていうところなんやろな。その、どうこうじゃないんやろな。そうやな。素晴らしい。赤かったこと、赤かったこと。こちらコースの揚げ物、あんこと唐揚げです。あんこ？ありがとうございます。すげえ。これあんこと普通のからね。これ、いやいいや、鍋も、そうですね、メニュー見てきました。見てきました。あんこ出るなと思って。のぞみちゃんの、はい、ごめん、僕ビールいただきます。すいません。いや、でもこれさ、正直に生きるのはいいと思います。そうやな、無理せずにな。正直というか、やっぱり無理なのかなと思って。なるほど。結局ね、どっかに無理かかります。それはやっぱりゴッツさんから別れようみたいな。あ、違うんですよ。あ、そう、はあ、先生、映像反応。ちょっと気になって。気になるよな、はい、普通に。あ、普通にね、ちょっと空気が悪なってきてる。いや、でもそれはさ、いろいろあるわな。あ、ありますよね。普通は、本当だ。向こうの方、収入が高かったんで。あ、そうなんですか。自社やから。あ、すごい。せんね、そんなとこ今日行こうやろ。すごい。女医さんなんで。へぇ、どれことしますね。もう、だから、向こうすげぇ。付き合った時が大学院生だな。ああ、まだそこからパワーアップされてね。若いとこばっかり行かないほんまやな。結局若いの好きなんすね。それも正直、はい、いや、いいと思いますよ。その犯罪じゃない若さやったら全然犯罪じゃない若さやったら。だから多分もう、住む世界が違うってこのことや。へえ、合わなかったんですか。だって、まあ、日本でいう国公立大学のトップクラスのところ出た人と高校しか出ない。ちょうど分かりました。ちょうどええとこにチーンってなったの。今チーンってなったしな。ちょうどええ。いや、そんなん無理ですよ。まあまあ、分かります分かります。だって今でもこんだけ分かれて長いこと経つのに覚えてるセリフは、
偏差値81なんだよ、感じ。すごい。すごい。81。81って多分満点か99点しか見ない。あの何やったっけ、レーサー、何やったっけ、共通一次試験、あーセンター試験、あれのセンターの数学と理科以外が満点だ。あーもうそらエグい、いやすごい、エグいでしょ、エグいでしょ、そんな人と無理や、ね、やっぱ生活の感じも違うんですか。いやだから一緒にアメリカ旅行やったんだけど、はいはい、もちろん彼女は英語もペラペラやし、へぇ、かっこいいな、なるほどね、すごい、僕何もせんでいいからもうほとんど忘れたけど、リサが、だから僕は何もしてない、いや、どんなアメリカ連れててもかみたいなもんやもん、そうそうそう、だからそれが女の子だったと思う、なるほどね、それがじゃないとは思うけど、いや、それだけじゃないけど、連れて行ってもらったっていうのは甘かったと思う、ね、やっぱりその選んだんから気になる、こっちが女子側女の子、だってどう考えたってその住む世界というのが違う人や、まあ珍しかったもん、ね、あ、多分そうやったもん、いや、それのぐに確かにね、私やっぱ行かへんやん、なんかわけわからん、ちょっとなんか頭かしこすぎてようわからへん人なんか、でも向こうも向こうで顔がタイプやったけど、そういうのあ、それはあるかな、向こうは向こうでね、そうそうそう、あ、まあまあまあ、いや、それはな、ほんまに思う、だから今はね、それはだからその彼女の飲み会とか同級生の飲み会とか僕も行くわけよ、あなるほど、彼氏とか旦那さんで飲み会に行くけど、なるほど、あるいや、あるけどこいつらほんとちゃうあるけどないけど、天才ないけど、はいはい、っていうのみたいに、レモンサワーと生中です、だからレモンサワー、生中、生中とレモンサワー、レモンサワー生チョコ、はい、だからなるほどね、珍しかったよね、ほんでいろんなそのなんていうの、頭悪い人の遊び方を教えてあげたり、なるほど、なんか別に知らんけどさ、そういう人ら勝手な僕そこやけどさ、そういう人らってなんか振り返ったら私らがすっげーバカにしてるような気がする、いやいやもうすげーバカにするすげーじゃなくて死ぬほどバカにしてるんだ、死ぬほどだから下界の人ってみたいな、だから天井人なんです、ね、自分が天井で下界の人だから、なにちょっと頭はいいんですよ、ワンさん、私みたいにまで突き抜けた頭が悪かったら、でそれってどうなんなん、どうすんの、手術ってどうなんのかってやってそのなんか食いついてしまうっていうか、あんまりそのその時のあれを覚えてないけど、結局その追いつくんじゃないけど、せめて英語は喋るように、ああそうかそうか、男としてっていうあれがあるからか、30歳英語のなんか来てるって覚えられると思う、まあでもモチベーションがそんなないでしょ、英語って覚え方はもう忘れたけど教えてくれへんかったけど、もったいないな、それかっこいいと思った、かっこいい、ペラペラさん、だからすごいですね、結局まあ彼女は医者やからけど医者の片割れで頭はな肩の外頭いいその割れでいや、だから私頭割れでその、私がどんなに賢いかを見せてあげるっていうような感じで、あの試験を受けるわけよ、だから国家公務員の一級ってあるよ、はいはいはい、ね、上級、はいはい、今で言う上級ね、なるほど、一級試験それの勉強しなくても、いや、もう受けてくるわって言って受けたら受かる、すごい、だからそれ東大出てても受からへん人、それを軽々一回普通に一発受けて受かってくるから、でもう一番びっくりしたのはやっぱり警視庁、警視庁の一級の試験、だからあの、ほら、子供大捜査線知らんか、大捜査線、大好き、あれの二の井さんの上に
いつも偉そうに言ってる人あるやん、うんうん、あれの試験を受けて受かった人。すごい。しかも女性ってめっちゃかっこいいな。そうやけどまあ医者行ったけどね。あーなるほどなるほどなるほど。当時やったらあれちゃう、逆に女の人なのまだ受けられへんのちゃう。警視庁とかね。けど一応な、うん、2次では落ちよった。そんなんじゃあんねんって絶対そういうことの事情が。だから女性やから1次は受かったけど2次の面接では落ちて。面接とかそんなん言われてもね、まあ、顔で落ちたんちゃうって冗談で言ったら殴られたけど殴られた、それは殴られるって顔は見たことない。顔はどうなんですか。でもなんかだいぶいいイメージなの。そう、なんかめっちゃかっこいい白衣のなんかちょっといい感じの女医さん。あのだからずーっとその若い頃からルックス重視で来たから、そうじゃない人をあえて、いや、あえてじゃなくてたまたまやたまもうちょっと顔がいいのに凝りたから。でも確かに複雑な話やな。いや、これは深いですね。顔はいい人は、いや、でも確かに一理ありますよね。同じ言葉を吐いたとしても顔がいい人が吐いた言葉の方が許せない人は人間としては普通にまあでも分からんではないやんか。だからもうそっからはもう降りてもう、あの小学生の路線に戻ったらもう顔重視。あもう伝えといたはんやね。もうそれまではずそっからはもうずっと顔のみ。いや素晴らしい。なに素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。最大の褒め言葉。だってのぞみちゃんがめっちゃ顔がええって言ってるわけやん。まあ、ね、あまあそう。あでも性格のこと言ってるから悪いって言ってる。いや悪い。あれは褒めてない。マリピスレモンサワーコーラみたいなね。え あ言ってない。あごめんなさいすいません。褒めてるよ。あそうだね。いやだって顔を選んだみたいな。なんでって聞かれたときに、いや顔、うん、別に喜んではないけど、喜ぶ。いや顔って言われて喜ぶ人はおらん。いやのぞみちゃんそれは喜んでいいで。確かにね、女性としては最大の武器やで。いや性格も言われた。いやそれはな、それはのぞみちゃんちょっと待って、ないもんね。一番女性として。一番になってる。もうなかったらこうやって生きていかなしゃあないねんで。いいよいいよ。ほんまにこっちで生きていかなしゃあない。こっちや。だから私も割とこっちで。カオプラスこっちがなの。いいね。金子やん。おいね。そんな言葉。いい言葉や。いい言葉ですよ。おいね。素晴らしい。いやいいわ。いやいやいいねのぞみちゃん。しても。はい。まあ、僕もこっちで生きてる方がそれはもうしゃあない。いや、私グッさんも絶対若い、まあ今もですけど若い時絶対かっこよかったな。そうやろな、そうやろな、な絶対絶対顔で惚れたやん。違う顔で惚れたって言ってほしいぐらい顔ってやっぱり。そうですね、その点はそれはもうそうです。宮先生やめてください、ちょっと急にこっち野菜ばかり食べてる。巻き込まれる。急にこっちそんな健康的なもん。皆さん帰ってください。真打ちが残ってた。違う違う、なんでやねん。なんでやねん。泉会は何でも俺でもなんで。そうです、間違いない。ゴッチさんのおもろいのは30代の人にまだ同じラインで喋ってるのがおもろいな。ありがとうございます。閉めるの。あや、もう閉まる。爆速。いや、いいだって。でも、のぞみちゃんも出てない。え、もう、いや、嘘やねん。絶対嘘や。モテるわ。女子校やった。あ、違うよ。小学やけど、だいたいそもそもあのクラスの子らとかと喋ってないから。あ、あれか。ちょっとガキッチみたいな。だから同級生の男の子はガキッチみたいな。顔も。可愛い。綺麗綺麗。うん、ほんまにこれおせんじゃない。マジで。なんでたまんのそこ。こいつは。攻めるなぁ。性格もいいやん。性格もいいやん。絶対おかしなったって。でもお二人がその会われたっていうことっていうのは結果としてやっぱりものすごくいいことやったやろなっていうふうにはすごい感じますよね。今のお話からすると
あのすいません、あの元々のポテンシャルを、はい、まあ今下げすんだわけなんですけど、はい、もうはっきり言わせていただきますけど、ちょっとだいぶ難しい人やったと、もともと。だけど、この、いや、まあ、まあそうですね。生でいい、ね、あ、うん。私初めてだな、僕のレモンサワー頼んだ。そういうタイミングでお会いしてるわけなの。なんかちょっといろんなことがハラハラハラってこうほどけてきたような気がする。すいません、ウーロン茶なし。先生めっちゃ可愛いやん。ソフトドリンク浴びようと。男前は何してもかっこいいからね。いや、そうやね、結局そうや。そうや、男前って言わへんね。いやいや、でも結局彼女にする人顔が良かったら何したっていいってわけでしょ、だから許せるって。そうそう、いや、そう、いや、そういうことではない、ね、いや、そういうことではないね。いや、でも、分からんではない。え、ところで、その、なんかちょっとさ、性格が悪いみたいな言い方しようとしてたんや。もう一回言うか、もう一回言うか。性格が悪いとは言うてへん。言うてへん、それは言うてへん。言うてへん、確かに、それは事実としてね。今、なんか。いや、なんなんじゃなくて、いや、ちょっと怖いと思う。怖いって何なの？怖いって、怖いってよく分からへんねん。いや、でも喉じゃ怖い。あえさ、あえさ怖いよね。いや、怖い。でも、でもここ入れなあかんちゃう。そうやね。え、そのまま食べる。先生、じゃあ先生、渋いって。いや、またほら、またこれ、かわいい。かわいさ。いや、かわいいって言われるために。この、今の殺伐とした空気を、このボケで和らげようとした先生の優しさや。塩聞いてます。めっちゃ強がるやん。これ食べてからこれ入れる。美味しいやん。それ入れていいよ。塩を今持ってくるけど、これ入れなさいよ。伸びるちょっとずつ食べたい人がちょっとずつ入れてやったらいい。やってきますわ、これやってきます。とりあえず、はい、あ、どうぞ、すいません。あ、お話しすいません。でも私、怖い女の人、ええと思う。そうですね。そう、別に悪口じゃない。そんな、だってはっきり、そうしたって嘘つかへんし、ね、うん、嘘つかへんから怖いし。嘘は、ね、そうそう、自分に偽りがないから。全く嘘は。そうそう、私絶対それはのぞみちゃんが怖いというのは褒め言葉で。いや、だから最初に喋った時から多分嘘はないと思う。そうそう、それって絶対嘘ついて、ブリッコより絶対100倍いいと思う。だって初めてスタジオ入った時にいまいちやなっていうのを言うようだし。めちゃめちゃ正直やろ。だってめっちゃ可愛い。普通に普通にドラムの人と一緒に前のあのベースしてるともっとかっこよく弾いたんだよなって言うて、ちょっとここでいる一回のスタジオへ。前の人がどうやったら全然覚えて、前の人が誰かも覚えてない。楽器屋のお兄ちゃん、あの CD 作った時どう覚えてますか。あれやったやん、あーやったやん。ごめん、それはごめん、それはごめん。ごめんやろ。いや、プロやから。あプロやん。で、ティアーズっていう曲をやった時にジャンって終わったら、普通にのぞみがドラムの人を向いて、なんとかかんは もっと良かったのにさって。よし、かっこよかったな。だってそう言ったやな。覚えてる？それは辛い。もう20年ぐらい前。うちの元々のメンバーはベースがおらんくて、でベースは全部そのなんやヘルプでお願いした、うちのその時の当時のギターが呼んできた人や。なるほど。うらやな。じゃないやつもあんねんね。でそれを聞いて。なるほど。でほら若い時ってムカつくやん。まあまあ、まあ、弾きたくないやん。まあ、まあ、かね、ドゾビガラはそのまま弾いてって言われたから絶対弾くかと思って弾ったら、もうあのケチャンケチャンに言われて。よく言うじゃんな。って気に入られる。でも惚れたんでしょ。でも惚れたんでしょ。結局は結局はそこに惚れてるわけだから、それはしゃあないわ。いやでもなかなかくないですよ。いや本人は言えないですよ、やっぱり。本人で言われました。いやすごいですよね、それがすごい。
だから偉い、なんか気に入られようとかええ顔しようっていう気持ちがないっていうわけやん。なるほど。もう家やったらどっか行けっていう感じで。いや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 、だからまあそうやな、そうやね、別にいいもん別にやっぱもうバンドに対して真摯なんですよ。そう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 、だからええもん作りたいと思って、ね、そうそう、その気持ちが強いから。かっこいいと思う。すごいな。女の子でそれができて。そんなしゃべるんだよ。そんなしゃべるから思い出すな。思い出してください。めっちゃ辛いとき。辛い方が。辛い。楽しかったことじゃなくて。いや、楽しかった。辛いこと。辛いことはある。そうやで。でもなんかその辛いのに続ける意味がよくわからへんねん。いや、それは。それ何年ぐらいやったんですか。え、だってあるもん、10年ぐらいはした。10年は、10年はしてない、10年はしてないけど、7、8年ぐらいしたすごい。や、だからそれは多分、いいですね。なるほどね。そう言われたら、言ってもらおう、なるほどね、言ってもらおう、ただのド M やもん。いや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 、けど結局、今だかって、まだ1回も言われた。だから、このアルトガールが入った時に聞いた時に、なんやドリフターズみたいなのずっと言ってた。ああ、言ってた。ずっと言ってたって言われた時に全然変わってへん。さすがやな。それがいいよ。さすがやな。だってあれどう聞いてもドリフにしか出ない。いや、もう。ここはな。ドリフやん。いや、違うね。アルトガールとかいろんな人が弾いてるわけじゃないですか。なあ。いろんな解釈を。まあ、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 結局は、あの曲に関してはそのみんな同じ解釈で弾いたんですよ。あ、わかります。はい、ほんなら僕は違うので弾こうって言って、はい、で、どうやって聞いたら今の答えドリフ同じを弾きやがってやっぱりドリフだなと。厳しいな。でも言ってもらえドリフはミュージシャンとしてすごい素晴らしいですね。あれはいいマジで。そうそう、まあそれはそうなんや。だからすごいって言ってるわけじゃないけど。わかります。誰かの前座に前座が似合ったからってすごいわけじゃないけど。かっこいい。かっこいいバンドやな。レモンは入った蜂蜜レモンソースと、ね、お下げしますね。すみません、結構生、すみません、ありがとうございます。その活動はこっちで知り合わなかったんですか。そうそうそう、あ、そうそう、だからここのバンドにカッチャが入らはった。あ、そうそう、ね、その時は私は入っておらへんです。昔ね、アラキングさんって言って、あー、はいはい、素人会の中ではアラキングさん言ったらね、ドラムの人で、いや、多分京都で知らなかったら潜りやな。潜り、あ、本当にそのぐらい、ものすごい、アマチュア活動をものすごい盛り上げたかったおじさんが。すごいですよ。で、その人の紹介で、はい、あれに何年前ミラクルさんに来てるの。そうだな、うん、7年前じゃん。レオストラバって言ってたっけ。僕だからその大阪の方でなんかラテンのバンドと、母ちゃんのバンドと、たーちゃんとおたんとそのアラキングさんとその3つだから、うん、そうやわ、確か、中井くんの年ぐらいから音楽再活動したんですよ。あ、そうやったんだ。だからそれこそ36やったんで、今の方です36でしたね。ぼちゃん、その当時42言うて言うたかったんでしょ。あ、そうじゃん、なんか12年前、うん、いや、八チコ上36やったら、なんだっけな、八チコ上やな、50はなったらへんかったと思う。あ、なったらへんかった、うんうん、なったやつは、はい、50ってな、まだ4年ぐらい。なるほど。私、多分あれ
そうですけど、高校が半分音楽行きながら高卒の単位取れるって変な学校やって、ここで結構やってたのがきっかけ。ほら、それ音楽から入ってるわけじゃないんですか？そうですね、なんか僕も一回公立の高校を地元で行ってたのをやめたんですよ。で、1年で行く前にやめて、で、入り直したのが京都の高校で、で、そのタイミングで音楽ちょっとやりたいなと思ってたんで、それがなんか同時にできる場所を見つけてくれて、おかんで、それで通い出したことだけでしたね。なので、大体友達は今も京都しかいないですね。もともと滋賀、滋賀県、まあ、そういう大津やったね、彦根ですね、うん、今は京都住んでます。高校の時はもう通いで来てましたね。意外に1時間ぐらいですけど、割と楽しく通った記憶がある。リーガロイヤルホテルの向かいにあったんですよ。今はね。あ、ビルあるやん。あのビル。YIC。あ、そう。そう、カギ線です。僕カギ線です。あ、そうなんや。ちょっと、カギ線の知り合いつかかな。そうなん。周りにいます？うち、いる。あ、めっちゃいる。そうやわ。あ、そう、え、そうと関係ないやん。あ、そうなんや。意外と多いねんて。へぇ、なんか、僕もあんま知らずに入ってたんですけど、ね、ユースのやキーコみたいな感じで、ね、僕が入れる世代で、なんかちょっとイメチェンしたかったらしくて、なんか、急に顔を4つぐらい増やしたんですよ。なんか電気化か IT 化、バイク化、音楽化みたいなのができて、そうやな、そういえば音楽化。そう、そのまま、それの1期生で入ったんですよね。何かやね、音楽家で。出てたよ。でも総合で一応3年ぐらいやったんですけど、なんかあんま総合的な学校じゃなかったんで、そんな馬なる場所じゃないかったんですよ。なんか、だいたい入り口が分かったかなぐらいですね。あんまりちゃんと教えてくれなかったんで、って言ったら失礼ですけど。でもその音楽がやりたいって言ってたわけではないけど、たまたまそこに、うん、そうですね、なんか一回その中学生の時にドラマ触ったことがあって、その時にちょっと面白いなと思ったのがきっかけで、もともと音楽ってそんな詳しくわけでもなければ、何か続けたわけでもなかったんで、だから今にして思えばむちゃくちゃ下手でしたね。なんかもうキテレツやったと思います。ドラム叩くきっかけ、元々のきっかけは、僕は中学の時にコナミっていうゲーム会社が出してたビートマニアっていう、めちゃくちゃ流行ったんですよ、中学の時。多分クラスで一番うまかったんですよ。ああ、もう通い詰めてた。そうですね、で、家です。あ、家です家です。で、ギターやってる友達がいて、
で、なんかそれが合奏の時間にギターとかなんかみんな聞くわけじゃないですか。で、まあ、渡ろうお前なんかビーマニマシドラム叩けんちゃんって言われて、で一応それで気になってやってみたんですけど、めちゃくちゃ下手だった。全く違うもんやね。でもなんか悔しくてとか面白くて悔しくて、なんか、なんて言うんですかね、しばらく面白さが全然わからなくて、面白いなと思ってたのはもうそれから2年ぐらい経ってからですけど、初めてその高校入り直した高校でベースのやつと友達ができて、で2人で自分たち知ってる曲をなんか合わせたんですけど、それがなんか一番その瞬間が唯一楽しかった。それまでは文化祭とか出てたんですけど、もう記憶にないし、なんかやった記憶あるんですけど、ゆず叩いたとか、あるあるやな、学祭ので、なんかドラムなんか叩いた気がするんですけど、多分もう今はもう直視できないぐらい多分出てたんで、もう私のラストオーダーの時間です。どうしようかな。あ、今言おうかなと思ったけど、あ、じゃあそれに全部いいですか、はい、レモンサワーと、はい、パインナップサワー、はい、僕の生欲しいです。生これって2個とかで頼むの？2個頼むの？あ、ごめんなさい、いっぱいするやつ。で、ごめんなさい、レモンサワーとパインです。パインと生、はい、はい、私ほな、最後ウロンちゃん、はい、カルピスソーダください。はい、給食生とレモンサワー、パインサワー、カルピスソーダ、ウロンちゃんです。はい、はいはい、失礼します。失礼します。そんな感じでしたかね。2時間で、1時間半で出す。あっちゅうますね、ほんまに。あれ？全然出番ないよ、まだこれからよ。お前、そうやん、あっちゃんの話聞いてる。あっちゃんの話聞いてる。俺はもう、むちゃくちゃにしてやろう。そしたらコースのデザートに2軒目行こうや、2軒目ならコースの2軒目行こうぜ。でも、なんか、中井ちゃんってさ、業界を見たよ。中井ちゃん名古屋ちゃんってさ、やばって言ってね。ああ、そうっす。これ入れてもらっていい？まあ、なんか、白あれしましょう。はい。うえ、どうしよう。人間的に全く見えへん人やけど、でも、人間的にな、いやいやいや、音楽をされたら、急になんか人間味が、見えるっていうのが、ものすごく好きやね。それはめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、不思議な人やなって思ってるんですよね。いやいや、それは僕の方でもあるんですけど、ちゃんと不思議すぎてる。すごく気持ちでなんかやってくださるなっていう。いやいや、全然もういつもお世話になってる。これさ、入れても良さそうね。これもいっちゃいますか。いやいっちゃい。ちょっと濃いね。ね、煮詰まったんですよね。はい、わかります。もうちょっと沸騰したら。これ、ここかね。いや、だってまだ目より最高や。あ、そうなんや、あ、そうなんや。ぼちぼちぼち、デザート食べたい人。あ、それ、あとで食べます。あ、食べます。あ、コーヒー飲みたい。2軒目行こう。酒飲んだ後、コーヒー飲んだら酔うよ。コーヒーある店行こう。コーヒーある店行こう。コーヒーある店行こう。酒飲んだ後、飲んだらすごいよ。米大好きだ。ビールないわ。ビールあるとこ行こう。やったよな、2時間の。なあ、ほんまやな。ほんまに。あんまり喋ってない。そうよ。いやでも。まだ5分ぐらいしか喋ってない。いや、ボッチさん喋っておられる。ボッチさんはめちゃくちゃ。ボッチさんはめちゃくちゃ。ボッチさんはええお話聞かせていただいて。ボッチさんは大事。上位やな。ちょっと感動したよな。いい話でしょ。上位やめとこうと思って。いやいやいや、あんまり。いや、まずいってことにもびっくりした。来た甲斐がありました。おもろい。知らなかった。すごいわ。結婚したことないって言う張ったような気がしてます。それ多分言うてはったんやと思う。いやいや、先生私のあれが台無しや。ちょっと濃いなよ。濃いな。濃いな。濃いな。
多分今ちょっと話もっぽいし、ちょっとうまいわ、うまいわ、天才や、おもろいわ。でもちょっと先生の声がなんもつけてる。いや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 、もうごめんね、まあ、大したあれはしてきてないんですけど、いやその、ま、前の4年もその高校の同級生やったんですよ。あ、そうなん。そう、それで、まあ、結構長かった。めっちゃちゃんとしたんですよ。めっちゃ遊んでないよ。まあそうですね。あ、いや、結婚時代短かったです。5年ぐらいですよ。付き合ってた時間は。5年で短いんですか？付き合ってた時間がまあ結構長かったんで、もう16ぐらいから多分付き合ってたんで、で結婚の期間は結構短かった。でもなんか理想的、16か、なんかかっこいい。いや全然違う。その結婚ってさ、めっちゃ理想やん、少女漫画やん。分かりましたけど、どれけどそうそう、ごめんなさい、一つ失礼しますね。はい、ソルピースオーダーウーロン茶レモンサワーファインさん、ね、はい、ごめんなさい。じゃあどうぞ、まあ、分かるところから行きますね。すいません、はい、ありがとうございます。レモンサワーですね。楽しいなー、はい、いやー、やっぱり S だったな。ダーク先生出えへんか、出えへんかったなー。いや、まだこれ前はこれからどん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 行きましょう。悪いとこ出していこう。悪いとこ出していこう。ないわ、多分ないわ。先生が悪いとこどこなんや。いや、いっぱいある。絶対でもない人間いいからさ。そうですね。どっか欠落してる部分絶対あるはずやね。もちろんありますね。え、でもほら、それはあれちゃう、そのダラダラしてるというか。ああ、でもそれぐらいやったら何の害もないやん。そうや。ああ、全然いいですか。なんかものすごくクレーマーとかさ、例えば。なんかクレーマーっぽくない。いや、なんかそれもないしさ。割とクレーマー嫌いなんだよね。なんか、厳しい、一番気にしなさそう。この5人で一番気にしなさそう。これで決定がダラダラだけやったら、ほぼ完璧じゃない。それは言い過ぎてますわ。でもなんかあるやろうと思う。何が気に入らんとかあるか。気に入らんすか。なんかこれが許せない。あ、いや、いいな、いいな。あ、でもなんか、ベースラインとか言わんと。それは一番ダークな感じ。それ確か一番悪い。そんなことない、全然、もちろんそんなことない。なんでしょうね。最近でももう一番嫌なのは、もう毎日バイク乗るんで、もう人の運転は嫌いですね。結構困るやつは。車の。ああ、かわいいですね。車には舐められてるんで、バイクは。ああ、そういうことなんですね。なんでいや、だからバイクの運転してて、車が大きくなとか、大物な車の運転手が嫌って。おー、なるほど。いや、そんなんちゃうの。いや、わかる。いや、でもそっから紐解くの。あー、なるほど。さすがそれ。焦ってあかんの。そう、イライラするで言うたら、そのままに言われる。意外よ、なんか。それは煽られたりとか。やっとね、なんかまず絶対にブレーキせなあかんタイミングで出てくるでしょ、駐車場とかから。ああ、これはもう何よう、初対面じゃないですか。初対面、対面もしてへんけど、未対面で誰かもわからないやつが後ろから走ってきてんのに、こいつが止まってくれるって信じて出てきてるんだよ。なんでそんな信じられるの、俺のことを。見たこともない。俺はお前のこと全然信じないからブレーキかけるけど、お前は俺のことなんでそんなに信じられないのっていう、なんかそのトラストの差がすごい嫌いですね。あとなんか後ろからすごい勢いでブワーって抜かれて、すごいブレーキをかけて左折されるのめっちゃ嫌いなんですよ。後ろから行ったらええやん。別に俺このペースでまっすぐ走るんで、それはもうこうね、後ろからこうゆっくりついてきてくれて、そのまま曲がってくれたら、バーンって来て、そこでグワーッブレーキされて、うわーと思ってるうちに左に曲がられて、なんちゅう広いやつを見てるのかっていうのはよく思うんですけど、なんか、なんていうの、その、お前なんすか。自分をよくその見せる、なんやねん。俺、お前の運転が今一番嫌やわ。でも多分、それなかったら、私、自己中で。あー。自己中で、だっ
で、ね、な自分の運転に合わせてくれやって言うてんのと一緒やから。いやでも、いや正しいことを言うてるやん。でも邪魔しいと、まあね、だってさ、車からしてみたら、車からしたら邪魔なんですよ。バイクの速度で限られてるから、しかも原付やん、原付の速度で言っちゃって、こいつぶっ飛ばしてそこ回りたいのね、ちょうどうまいことあそこで仕方なんてなんかちょっと追い抜いたりするやん、うん、で、こっちは大丈夫やと思って左折するからあれやけど、バイクからしたら危ないって感じ。いやでも自己中のレベルがさ、1やん1やん、そうやんな、まあ、1やん、そう、交通ルールってそう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 前田そのことでイラついてる、それでイラっ子じゃないでっていう話、意外にイラチかもっていう話を言う。いや結構ね、だからその点は僕もなんか自分がええ思って言うてるんじゃなくて、イラつくのをやめたいんですよ。やめたい。え、イラチな、その辺はさすがになんかイラとか、え、それは交通ルールじゃなくて、例えばここなんか喋っててこいつバカっていうなんか全然、それはない、全くイラない、全く車だけない、全くイラない。だからなんて言うんですか、自分のペースが乱されるのすごい嫌いですね、そう言われて。なるほど、人混み歩いてて前の人急に止まったらむっちゃ嫌なんですよ。わかりやすい、あ、それわかりやすい、めっちゃ嫌なんですよ。わかりやすい、避けて止まったらいいや、俺歩いてんやから。なんでそういうことが、こっちに行ったらこっちに行くはって、こっちに行ったらこっちに行くはって、何回まで行ける？あ、それはもう何回でも。あれ俺も印象、それは何回でもいい、よくやってきたやつ。あ、そうです、私も2回でいらっしゃる。そうやねん、何やねん、何やねん、めっちゃ難しい。だからもうね、譲り合いの心が何回、ね、譲ろうと思って言ってるのに、なんでこっち来んねんって。同じ大さんの向こうも大さんなんですよ。いやでもそういうところはありますね。でもそれは自分のマイルールなんで、だからまあ必要ないんですよ、多分これ。まあまあ本来はな。だから自分の考えを人にまず押し付けるのが嫌いなんですよ、そもそも。押し付けられるのも嫌なのな、だから。いやですね。だからもう僕は多分16の時に高校を辞めたタイミングで、もう親の期待には絶対に応えへんって決めて。そっちな。もう人の期待に応える人生は絶対に送らへんって決めた。それだけで僕の人生で決まってることは。しんどかったの。答えなあかんみたいな、なんかプレッシャーが。いやなんかね、違うんですね。そっちじゃなくて、なんかもっと空虚やったんですよ。なんか自分だってなんで生きてんやろって感じなんですよ。で人に言われたことをやってて、ああそうそう、やってるうちにな、そうです、なんか高校行ってって、ね、高校行ったら好きなことやったらとか、大学行ったら好きなことやったらとかよく言われてたんですけど、親に。いつまでいつ来んねん、高校行ったタイミングで、あ、これって多分一生続くなと思って、早い早い、でもうやめようと思ったんです。僕の行きたかった高校でもなかったんで、いやでもかっこいいやん、全然ですね、すいません。だからもうなんか自分が嫌やって思うことといえばそういうことかもしれない。だからもう人の期待にはもう全然応えられない。でもそれはあえてさ、意識してやってんやからええやん、そのポリシーが。だからまあっていうことは、逆に言えば自分も人に期待をしたらダメなんですよ。だから思った通りのことしてくれなくても、そらそうや。でもな、心理ついてんで。絶対心理ついてんで。そしたらもう嫌いになっちゃうじゃないですか、期待したら。一番楽に生きれるよ。そうですね。でも僕は伝統ですよね、そのイラッとしてること、交通ルールなり自分のペースが乱されることに関してはめっちゃ嫌ってことは期待しちゃってるんですよね、だからまあ未熟やなと日々思いながら生きてます。僕らええやん。俺は未熟やなと思う、いつもパートナーとそんなにやったらあかんけどさ。全然おもんない話してるんですけど、僕は。全然おもろい、めっちゃおもろい。全然おもろい。なんか、経営っていう、なんか、新たな先生の位置。そうやな、ほんまやな。でも私からしたら、まだこう、掘り下げられなかったなっていう。いや、だいぶ掘り下げられなかった。じゃあもう聞いて。ややこしいおっさんやで。そういうことない。ややこしいおっ
それぐらいですかね。だからたーちゃんとかのぞみちゃんとかほらごっちさん言ってたら単純ですごい分かりやすいの。ああそう確かに少しその分かり、うん、そのちょっとややこしい人やねん。そうですね、ややこしいねんけど単純やったらよきげんそれは確かにいいこと言わせ、はい、でもそうですよ本当にそう単純やけどややこしいです、うんなんか撮ってくださいよこれ。なんでしょう自分のな話ばっかりが撮ってくださいな。なんか煮込んでまだ俺もハイパイなってきたからさ。私やねもうちょっとだけ食べようかな。そう食べよう食べよう食べよう。なんかもうあんま面白ない話ばっかりしてもらう。いや全然面白い先生。もっともっと行こうや。いやすいませんなんかほんまに。いやもう可愛いなぁ。どうせも好かれるよ。いやいやいやもう全然やでも薄くて36言うてるうちに37になります。ご長男さんでした。長男です。はい、いやあれ一番ええ時や。いやそうだと思います。多分なんかいろいろ決めるのに最近なんかほんまにいろいろ考えますわ。36分だからさっきの話やな。まあそうですね。なんかあの人生について考える結構好きなんですか。あうんそうやと思う。結構好きなんでなんか大まかな方向性今すごい決めたくなんか死ぬことに関して。はい、でもそれは結論が出えへんのに考えるのが好きっていう意味じゃない。そうなんですよ。そうやろ。それはでも私もそうやで。わかる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 。結論が出えへんのに考えるのは何が好きなのか。なんていうかな、その例えば大まかに言ったら人生っていうのは今考えてもしゃあないことを考えてることは自覚があるんだけど、考えたいなのな、多分大好きです。それってみんなするんじゃない。いやでもほら、なんていうかな、模索するっていうことはちょっと違うというか、ただ考えてるだけっていうか、そのなんか表現が難しいんだけど、その時間が好きっていうから、結構ね、割と哲学はずっと好きで。あ、そうそうそう、わかるわかる。うん、で一時期考えんようにしてた時期があったんですけど、考えすぎて死にそうだったんで、うん、自殺しようかなと思ってた時期が結構あって、うん、でやめて、うん、もう一回ちょっといろいろ見直してる時期が今ちょうどいますかね。多分けどそれは死というのが、はい、身近に感じたら多分なくなるんだよね。あ、逆にね、今の年で63で死んだやつ。で僕定年が延びて65になるから、はいはいはい、けども63で死んだやつって聞くと、うん、63までもまだちょっとあるけど、うん、死っていうものがすごい近くになってる。そうですよ。だからそうですね、そうなると。ありがとうございます。これは現実ですね。これは現実ですね。欲しいですよね、これもね。欲しい。でもちょっと一理ありますね。いざ迫ると今度は逆に天の弱じゃないけど、だからいろんなほら選択肢、60の定年から65になりました、あなたはどうしますか。60で定年しますか。65にしますか。63にしますかって選べるんだ。なるほど。でそれを聞かれた時に63で死によって65のことって考えられへん。そうですね、確かに。だからああでも先生それだけはやめてよ。あ、はい大丈夫です。私9時から付き合うからその時は朝の今日は行こう先生。ああ、でもさ、私もさ、その死ぬっていうことに関しては結構考えることがある。何でそんなことで、あるよ、だって死にたいこともあるし、死にたいって思うこともある。あと死にたいって思うこともある。
たいと思うこともあるし、死んだらどうなるんやろって思うし、なんとなく感覚的に死んでも知らへんやろ。いや、わかる、それも。すごい。いや、けどな、これマジでない。かわいい。僕がいいような人は、ほんと取り付けをつけたレースやどうでもいいかもしれんけど、人からしたら。いや、大事な話です。だからもう、以上、世界で1本しかないレースを、6、5、4、フレットレス作ってるやん。なるほど。これ誰かもらってくれるのかな。もらえますよ。もらえますよ。シャトルを引いてくれる人いるかな。もらえますよ。でもそのな、死ぬっていうことを考える人は、あの自分の死ぬかどうなんやろうとか、死ぬっていうことを考える人は、その現実のことは考えへん。ああ、でもそうやな、うん、考えてたら死ねへん。死ねへん。そうやね、現実のことをもっと考えたりするから、死なへんね。ああ、確かに。でもそれはそれはそうだ。だからそう言いながら、ちゃんと人間どっちを言って、あ、そうそう、そうやね、普通はね、そのなんか生きることを考えたら、でもちょっと先生、リアルに感じるのが、なんかほんまに、もうなんかふってなったら引っ張られてしまわるんじゃないのかなっていう、その時に、あ、かやさん9時から飲むって言ってくれてで、これが強烈に、ほなもうみんなで行こう、その時みんなで行こう、申し訳なさそう、いや、そんなことない、そんなことない、それからでも遅ないって思ったんですよ。友達が死んだ。あ、そうですね。いや、そういう意味で言う。その話、ちょっと重たい話になるから、友達が死んだ。それは自殺を言った。あ、来ました。で、ずっと死んだよ。ずっと死んだよ。何をしてても死んだよ。なるほど。死ぬことが目標だよっていう。逆にすごい。だから私は死んだことを聞いちゃんになんか悔しさとか悲しさとかっていうのも出てきたけど、ちょっとなんか本当さだめっちゃいい。本当死んでよかった。一回し死のうとして失敗してるんですよ。僕も先生ぐらいの時に、あのベースの先輩をやってた人が自殺したの。へぇー。知ってるよ、先生。あー。自殺したの。で、その人が使ってたベースは僕でもない。あー、でもほら。いや、誰ももらわへんって言われたから。そうだ。それは分かる。だから、いや、もう、むちゃくちゃうまかったよ。へぇー。むちゃくちゃうまかったよ。ほんで、その時に、プロのギターとドラムの人がいる。はい。そこに誘われたんだよ。へぇー、すげぇ。はい。せやけど、ジャンルが合わへんって言って、絶対。ジャンルが合わへんの見てよと思って。で、お前、俺が教えたのから行け。行けるか。行けるわけないやん。一回スタジオ行ったら、あの死ぬほどなんか、分かるって言うやん、なんかあの一体感とか、ギターとドラムの一体感、はいはいはい、分かるでしょ、分かります先生、多分分かる、分かる、このあの、ぴったり感、そんなとこに、ど素人がもう熟成されたことそう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 だから、そんなとこにいるか、ほう、とは言わへんもう最初はなんかそのなんかずっとなんかよく分からへんけどずっと死にたくてそもそもあまりっていう人がいたからさ、でその子のことを分かりたかったのは、でも私この子のことを一緒に聞いたら私引っ張られなかったやめた。だからちょっと作り直したとか、まあ、ちょっと離れたとかよく分かる。止めることが正義やとは言えへんもんな。そう、その子にとったらそれが目標なんやから。だから逆にそういう人ってもう突破してんのよ。ああ、そうそうですよね。もう性をその時点がベース好きやったけど、それやったら東京行けよって思うぐらいの腕やったから、もう行ったらいいやんって言う。いや、でもそうだな、本人から誘うじゃないかもしれない。いや、いろいろ経験したな。いやー、全然なんかぐらいあれになっちゃいます。いやいや、全然嬉しいですね。なんか
なんか深いよな。全然甘茶やなみたいな、なんかほんまそういなことだよ。いやいや、もう全然なんか、まあ、なんか例えば切ったら痛いやん、でも切ったらどうなんやろうと思って切ってみたりとか。あ、それやねんな。多分あ、そうそう、あ、痛いなんやろうって痛いって思う人と切ったらどうなんやろう、なんかあんやろうかっていう場合があって、僕らやったら多分切ったら痛いって思うじゃないですか。痛いです、はい、でも切ってみたらどうなるんやろうっていう、なんかちょっとわからへんところがあるから切ってみたり。チャレンジャーすぎる。じゃあどっか飛んでいくかもしれんから。すごいっすね。あ、そっちか。そうそう、なんかはあるかな、そういう感覚は。引っ張られたな。そうね。あ、変わってるけど、どうなのかずっと行きたいって言うしてる。ああ、いやでも、そうそうそう、だから、そこはな、うん、あれだ。行った時から、なんか死ぬっていうことよりも生きることの方が興味が湧いた。ああ、すごいいいこと。修理って何ですか？湧いてた。死ぬこと。死んだらどうなんだろう、死んでみたいなっていうの。この感覚は確かに分かりますね。でも分かりますよ、ね。いやでも今ぶっちゃけで喋ってはんやろなっていう、すごいなんかのぞみちゃんの核っていうか、そうです。でなんかそこが細くすぎたら、なんかいつまで生きれるんやろうとか、いや、けどその時はもう多分初めてあなたを殴って、でも引き戻したいから。いやでももう今はないから。ないのか。殴られる必要がない。そうや、殴ることはないけど、でも優しさですよ。ね、そうなったら、殴ってでもこっちの世界に戻したいから。ね、いや、そうなんだよ。いやいやいや、でも私はありがた迷惑でも連れ戻したいの。ありがとうございます。わかるよ、かっちゃん。わかるよ、かっちゃん。あとあれね、カビ置いてみたいっていう。それはちょっとどうなってる。いやでもそれさ、足大変やん。いや、ほんまに怖い。ちゃんで、だから飛び降りるってほんまになったら怖いんやろな。でも飛び降りたら死ぬし終わるなとかって思うとやらへんなっていう。逆にな、飛び降りて脊髄だけで半身浴で生きたらいいんやろ。あ、まね、そういうのもある。でもそんなことをその飛び降りる瞬間に考えると飛び降りに。そうな、間違いない。違うとこ似てるとこが飛び降りる。そう、だからここは飛んだらどうなんやろっていうのを想像して、面白そうってなったら飛ぶんやろ。面白そうってなんのかな、あれ。なんか、いろんなことはしんどいから、もう、しんどいから消えたいって思わはる人はそうなんだろう。ただ、みんな生きることってしんどいよな。そうですね。そうやで、ね、なんかそれを気づくと、気づいたら、あ、私がさらなと思ったら、ちょっとやめようと、そういう考えやめようと思うし。え、でもなんか反感買うかもしれんけど、楽しいってことしかない。そろそろ楽しみにしない。あ、そうでいいの。あ、すいません。お前それしか。いや、だから起きるっていうのは、そうやった。だから今日が楽しかったら明日も楽しくて、365日楽しかったら1年の楽しみになって、それを100回やればいいっていうふうにしか思ってないから。いや、もうそれです。いや、でもほんまにこれは励ますか、そんなんじゃなくて、ほんまにそう思って一日、今日も楽しいし、出会いもいっぱいある。あ、そうそうそう、ほんまにそうですね。めちゃめちゃめちゃ、なんか楽しそうな、そんぐらいの。だからそれが、アブスガールのあの動画のあれ見てて思う。あれ思いますよね。そのエッセンスしかないっすね。あれが、いや、素晴らしいですよ。いや、ね、あれはすごい思う。プロジェクトが、うん、すごい。そうそう、僕一生懸命見てます。もうついていきますわ、ほんまに。もうどうやって違うように弾いて、のぞみに止めてもらおうかな。ドリカムシアのやつ。結局はそこにやったけど、全然褒めへんから。それ愛じゃないの？じゃあ変な意味があるから。いや、褒めるとこはあんなって言われる。いや、ちゃうやん。だって褒めたいと思うから褒めるし、褒めるとこはないから褒めへんだし。シビア。シビアやわ。シビア。あ、やばい。でも、俺も楽しかった。はい、4って普通にやめてるんだ。いや、誰かが言わなかった。
もうでもね、中井さんがほんまにもうね、ちょっと参加してくれはってほんまに嬉しいです、僕は。それはこちらこそですね、ほんまに。これ嬉しい。野党の中に入った気持ちになりました。なんとなく分かったでしょ。いい感じ。いやー、全然足りへん。ここ。いやー、楽しい。あ、どう行こう。お願いします。いやー、疲れた。どう行こう。もう疲れた。俺からだよ。ちょうど今で12時間やん。もう体力ありすぎるよ、みんなも。長井君、今度よっちゃんとこ連れて行ったり。やばピンってやばいとこやん。あれはすごい。これの5倍やで。5倍やで。何が5倍なの。ほんで、せーので、9つに近いよ。はい、ほな、エスもできるでしょ。できてます。ほんで、カラさん。これ、めっちゃ高い。そうですよ。めっちゃ高い。そうですよ。だから、これは僕が成功したらね、一人みんなに来ていただきます。お前、トッチさんにトッチを求めるわけないから。求めて。求めて。求めるわけないやん。トッチないやから。そもそも。なんそもそも落ちなくてもいいよ。けど、騙された動きで、自分が出てくるのを、やりたら、それがすぐ見ちゃうと、さらなくて。そう、だから、エクに力入れて、ここにエクを入れて、ほんで、死ぬから、ずっとやめて、そうなんですよ。自分で言ったら、人間の方なんで。ないわなって言わんあるかもしれないけど、ないと思う。
上げいきます。あれ
笑ってるふりしてるんですよね。かわいい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 。それは言うなよ。かわいい。かわいい。かわいい。それは言うなよ。かわいい。かわいい。かわいい。Yeah.
ベースとかこれだって誰でも落ちちゃうベースが聞けたし聞いてないもんね。わからへんねんけど、だから別にそれはセンスの問題ではなくてかっこいいとかかっこよくないから。他の人は別にいるかもしれないけど、他の別に言わ
いかけて、僕すごいライトめっちゃ下がるんよ。めっちゃ下がるよ。なんいつも言わへんけども、今日はちょっとあえて言うけれども、あえて言うけれども、あなたの自分でね、めっちゃ下げてるわけですよ。いつもいつも。こう、これ、かっこいいやろ、すごいやろって、これやめてみたいな。すごい尻尾振ってくるから、別にそうなの、自分で。言わなくていいわけですよ。別に。みんな気づいてるかもしれない。感動、ちょっと感動ちょっと、もうちょっと泣いちゃう、これはほんまそう、そうやわ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 だから褒めてよ。だからそこが出口下げるんだよ。じゃあ私何中井君どう？そうだそうだそうだ。あ、な、うまい。最初もう中井君やろな。中井君どう？どう？ちょっともう、もうちょっともう言うたって。なんか同じ感じで言う。ありがとうございます。白くなる。
ちょうどみんな、ミートやったときはもう、表現とか、出たときはもうミート。結構、ラーメンが多いんだけど、ミート。ほんまにそうなあ、なあ、なんかもういやもう本当にうん、もう中井ちゃんがやっぱりなあ、なんかねなんなんでしょうね、これやっぱり結局なんか音速に出るというか中井くんのねねえ、ちゃんと優しいし、こうなんか一生懸命やってくれるし、感動があるし、恵子さんともね、あれもやっぱり、恵子さんっていうのも一つ、いつか4つかけてそうですね、けんちゃん大好きなんで、あのこのドラマは。ええ、失礼ですか、おいくつくらい？あ、同じくらいじゃん。あ、それでずっとやってる。めちゃくちゃ緊張した。どういう歌なの？ぶっちゃけたところ。多いっすね。ワルタンしんどいわって言った。そっか、最近は全然普通にチックで全部いや、一個やったまり。そうですね。そうですね。まあ、やっておられた。やっぱりまあ ブルースハーフとかあるって言ってたよね。ブルースハーフボーカルで歌ってる間に
出たら考えたらなぁと思って、いや、適当には受けるんやけど、なんか理論が分からなくて、だからあれ、キーキーで決まる、そう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 、だから、キー、そのキーの曲でしか照明は使えないから、あー、そうなんですよね、だからそこは難しいよね、しかもなんか適当に振ったら絶対ダサいんですよ、なんかあるんですよ、そうかな、あ、そう、いや、あれ、適当にハーモニカみたいな、え、だから多分一緒にやる前はずっと自分でもやってや、やってや、やってや、だけどもう、だってキーな、何キーなのか、キーは C、E、だってあれ普通なもんか、そういうのね、答えでやったらええ、違うキーで、いや私はだってその適当にやったらあかんよ、ニヤニカ状態になってまえよ、いやいや、やめといてる、最近もできないし、ニュアンス、え、そうですか、あるぐらいにライブするっていうのもそれも配信、まあ着入れが可能なんであれば、まあ、シルバーウィングスとかになるとは思うんですけど、でも R と R って意外とお客さん少ないんですよね、認知を広げていったっていうのが僕ももう30代後半からうまくやってるんで、だから自分 の、 その戦略としてはもうみんなで仲良くやったらいいやんっていうところですか、あんまり見てなくて、配信の方がはいやりやすい、はい、ですよ、その配信を見に来ない人がいればそこでただで聞いてもらったらいいな、もし誰も呼びたい、私のそれも来年やろうと思ってたんで、そういうのをやるんやったら別にそこは何やったら、そうやな、こんなやりたいねって言ってもらったら別にバンドも探すし、それはな、どっかで俺の中でもちゃんと、うん、あれ思ってるのぞみちゃんってこうそうやなっていうのをちゃんと認識してるから、感じでもいいんだけど、ちょっと生の声みたいな、だからジャンプで終わった後の、はい、なんかお客さんのこうね、そーっと感じ、まあ、お客さん集めない、そう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 メンバーの学校の先生や、あー、いっぱい来てくれた、なんか、知ってるよね、もう、うわー、メンバーもうそのイメージしかないから、で、そのまま入ってくるのがあるから、まあ一応、多数とのお客さんがあの配信を見てくれてるんで、僕の、うん、で、あ、なるほど、だから直接よ、よかったらいいです、だから、直接で来たらどんな感じかなっていうのは全然ほんまもうそれは生の声を聞きたいなっていう、うん、この間司会来たやろ、イベントの司会した時にイベントっていいなだから来年やろうと思ってんのはみんな一度集めてこのドラムとここのベースだって絶対に交わらへんよ、このそれ同時電波ってなったら面白いなって言って、そうそうなあ、それは来年どっかでやろうって、そうやなあ、できたら、うん、そういうヨッチャの木ウレイさんが機材一式全部こう使って言ってくれてはるから、ミキサーからあそこから全部こう取って、その外のスピーカーから大手にかかるな、あ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 、
な。そう、第8波が来たらそれもまた無人になるかもしれない。多分閉めるっていうことで、これ以上増えたらまた8波って言ってるけど、そんなどうやろ、どうするやろ、1年かかるかもしれない。もうけどゼロは無理。いや、そりゃそうや、だって風邪でもゼロは無理や。インフルエンザでもゼロや。あんまり見たら風邪ひいて心臓にしてやっておるわけやんか。何もなかったですけど、ね、それよりからどうするんやろな。それも仕事休みたい人はもしかしたら検査行く陽性でしたって言ってたかもしれないわ。しかも、もう来年からは検査は有料になるし、検査どころかワクチンだと、ワクチンも有料ですし、万円、そうね、万円これは普通にやるって、そうなんだ、誰もね、絶対決めてやるでもそうやってな、切断でとかって言ってそれが嬉しいな。言ってきたら結構広がるよ。そうですね。でもなんかやっぱり、こうしたいねっていうのがいっぱいあるから、残ってくれる人は残ってくれるんやなみたいなところはありますよね。そう、そのために息子さんが寄ってくるから、一緒にやってるバンドが入って広がった。で、またそこから広がったら、初めて帰れるかもしれない。知り合わない11時ぐらいまで朝ウォーキングどうしよう。いやー3時間あるとしても3時はある。なんか意外と今日は中井くんのことはこう、いちご、あ、ほんま、もっとなんか嫌な中井くんを見たかったわ。せっかく来てるわ、もう嫌なところ、もうほんま何やねん、こっちってなんで嫌いになるんでしょ、なんでなんやろ、聞け、あの、あ、そうそう、そうね、ちょっと好きになって、あとあとやっぱり嫌いよな。で、それは好きの疑いじゃん。人を嫌いになるよっぽど人を裏切られるとか、そのよっぽどじゃないかっていうか。いや、なんかほら、物理的に嫌いになる時あるよ。もうなんか例えばよ、もう目の前に来られた時に、いや、これはちょっと無理やわっていうぐらい匂いを放ってるとか。匂いを放ってるとか、なんか意味がわからないところで笑ってるのか、似合ってるね。はいはいはい、はい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 、これは10分、いやー、ほんまそうなのよ。11時、いや、こんなとこ2時までとかやってないよ。いいな、面白いな、かっこいいな。こんなとこ、楽しいわ。楽しかったな、面白かった。もうヘネもそんな感じじゃない。だからほんまに完全に物理的にいいもん無理やってなる人はいるけど、そうじゃない限りは、あの嫌いになるっていうのはな。いや、難しいな、ないな。そう、だってめちゃくちゃ不細工で別に嫌い、嫌いはないやん、別にな。難しいな、結構その人の主観であって。いや、そうそうやな、他の人はそう思わへん。だってさ、赤塚不二夫の漫画に出てくるような顔のやつも、目の前に現れたらめっちゃおもろいからな、どう考えたって思わへん。それはそうです。思わへん。いや、まあ思うけど、例の秋さんみたいなおっさん現れたらめちゃくちゃおもろいやん。むしろ嫌いになるよりも好きになるやん。思うけど、俺はのぞみちゃんが嫌いな人間がいる方がのぞみちゃんのことを好きになる。なるほど。難しいな。いやいや、それはちょっとあれやな。難しい。頑張って嫌いないといいんでいいや。あ、そう。あ、ええと思うよ。いや、俺はなんか嫌いな人間がいい日みたいな人間を嫌いだわ。嫌いな人
まあまあおんで。まあまあいる。どんな人嫌いの？面白い。そんなんいい。そんなんいい。あれ？今撮ってるし。そんなんいい。そんなん大ごたか。自分勝手やなって思う人でも別に。あの、嫌いになる必要なくて付き合わなかったらいいと思います。あ、そうそう、だからそこまでいる人は全員かけてもらえろ、その理論で言ったら。そうそうそう、このメンバー、例えばこのメンバー一人で嫌やと思ったらいいと思う。そうそう、あ、そう、その通り。だけど、嫌いとしてだけど、嫌いと付き合わへん。あ、だから近くにいて嫌いになる。あ、そうそうそう、だって近くにいたじゃない、その嫌いになる。そうや、そうや、今度なんかあれやな、なんとなく嫌いやわっていう人をちょっと聞かせてもらおうかなっていう。なんとなく嫌いやなっていう人を喋る。うん、そう、なるほど。私ね、一回やってみたことは、一回やってみたいことは、酒のつまみや、つまみの、酒のつまみの、バンドやるやん。あれやりたい。ええやつ嫌いやわ。以上でございました。おはようございます。ありがとうございました。